どうも、ヤクダンです。ですね、今回はこのうどんコレクションスタンプラリーの一つの項目を埋めに、琴平町に来ています。琴平町の琴里というね、ところに来ているんですけど、うどんタクシーでうどん屋へっていうのがあるんですよ。ということで、このうどんタクシーに乗ってうどん屋さんに今から向かおうと思っております。ということで今日はちょっとこのうろちょろしとる方と行こうかなと。じゃあまず今日ね、誘っていただけました、三河市山本町の白川です。どうもよろしくお願いします。白川さんもうどんコレクションスタンプラリーの、ね、大将店の1店舗、今日は定休日ということで、そう、そこで今日でこれは行っとこうと思った時に誰かおらんかなと思った時に、あ、ええのおるやん平日でも誘えるぞ、こいつはすぐに捕まるやつおるやん、しかも多分断らんやろっていうやつ、スタチェンジでしたね、早かったな運転してくれるのが、はいはい、多田さんですね。はい、よろしくお願いします。恒例となってます、今日よろしくお願いします。じゃあ、はい、ここタクシーで、はい、はい、お願いします。すごい、まっさら押させていただきます。緊張する、なんかはい、はい、ありがとうございます。どうぞ、あ、綺麗に押せた、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どこ行きますか。バッカでもええのはええけどな、バッカ七福麦っていけそう。いけますね、いけますか。じゃあバッカ七福麦で行こうか。はい、たださん、いつもうどんタクシーでなんか喋るときって どういう話するんですか。県外の人だったら、なんだろう、さぬきうどんの歴史とか、あ、歴史とか、あとお店のスタイルとかいろいろ喋ったりするんですけど、次に行くとこのみたいな感じ。あ、そうですね、次行くとこのお店の紹介とかするんですけど、はい、ちょっと今県内のお二人を乗せてるそうか、ね、今回のでもうどんコレクションスタンプラリーも結構香川県内の方も乗せることに、うん、ね、こう、そうなんです。なんかすごい今始まってみて、うどんコレクションが始まってみて、すごい県内の人ばっかり乗せてて、いい機会になったよな。そうなんですよ、もうすごいありがたいなと思って。県内の人なかなか車持っとったらね、はい、乗る機会がまずないから。だってな、まさ、多分この機会がなかったらタクシー自体には乗ってない。あ、白川さん初ですか、うどんタクシー。そうやね、うどんタクシーとの付き合いは長いと思うあれやけどさ、はい、そう、この俺実際この中乗ったんて初めてやし。多田さん、昨日おっちゃんねるさんがライブしてたんですよ。ライブして、ね、生放送しとって、で僕それ聞っきょったら、はい、今度あのうどんタクシーにお願いしてバスツアーを組んでもらおうって言ってました。そんなん言ってたんですか視聴者参加型のバスツアーで、まあ、僕とか多田さんが添乗員としてなんかこう喋るみたいなこと言っとったけど、絶対おっちゃんねるさんも僕はそうなったら喋ってほしいんです。おっちゃんねるさんはそれに乗りたい、お客さんとして乗りたいっていう提案のと、そう、お客さんと視聴者さんと一緒にバスのツアーを組みたい。そう、そっちです、そっちです。いいじゃない、え、めっちゃ面白いよ。そう、やりたいですね、はい、で、うどんタクシーさんに言っときますって言ったんで、ちょっとこれ言った証拠であ、空いてる、本当だ。昨日10時でいっぱいでだったんですよ。あ、そうなんですか。1軒目、バッカさん、はい、バッカうどん、美味しそう、ミニです。白川さんがショー、白川さんはおでん。どちらに押します。どこに押すんですか。今のやつ。あ、そうか。そしたら、よう考えないか。温玉にしてください。温玉で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、七福別邸さん、世界の果てまで行ってきて見ました。あ、俺見てないんや。見ました、見ました。見ました。長いうどんや。正解。一本うどんで合ってましたっけ、多田さん。そんな名前、うんうん。あれってメニューほんまにあるんですか。じゃあ僕もそれ知らんくて、一回も噛み切らずにこうすするっていう。何メーターかあるんですよね、あれ。めちゃめちゃ長かったです。さすがにメニューとしてはないんちゃう。ないんかな。千代さんって日中お昼ご飯ってうどんですか、やっぱ。うん、あ、平日。平日。普段はそうやな。だけもう今日って休日じゃないですか、定休日やから。
休日もうどん食うんやったら本当にね1週間もううどんしか食ってないんやなっていう。そのだから今でこそそんなんは少なかったけど、はい、始めた頃はそれやったな。あ、そうですか。始めた頃はもうほぼ毎週どっか行っとったから食べに行き合う。そうそうそう。でなんかいいですよね。いいですよね、うん、なんかうどん屋さんしたいなって思う若い人もなんか、うん、そういう人たちのグループの見てたらちょっとやりやすい、なんか入りたいなとか。着きました。はい、到着しました。はい、お疲れ様です。行きましょう。あ、これに私はさらにトリプルなんで前回食べたやつ。うどんタクシーの写真撮ってもいいですか？あ、どうぞ。大丈夫ですか？はい、いや、すごい。前、イッテQ見た時にあれ、一本うどんってやっとったんですよ。はい、あれってメニューではないんですか？メニューではなくて、ちょっと長めでご用意することは可能です。そうなんですか？長めでっていう注文ができるってことですか？トリプルカツカレーか。あ、違います。多いな、これ。多い多い。丼パタオパイ。ごついですね。これダブルカツカノー。沢さんはなんか漫画とか読みますか？漫画全然読まないですね。あ、全然読まない。読まない。マーガレットとか読まなかった？読んでないですね。チャオとか。あ、沢さんは麦来たことは？あります。あ、ある。つい最近も来ました。あ、つい最近も。はい。何食べました、その時？カレー。あ、やっぱカレーですよね。僕は麦さんカレーすごい好き。お麩が入っとるんですよ。そう、あれいいですね。はい。カレーお麩入るとすごい美味しい。ってことで着きましたね。麦。ギャブさんですか？あ、そうです。いつも見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。毎日見よるね。ほんまですか？ 8 時になったら出てくる。3ゲームです。今、ハラパンです。はい、白川さん、ギブアップ。カツと、エビカツが、カレーと、山ほど今、腹の中入ってます。七畜さん、やばいんですよね、量が。中入ったら欲しくなるかも。いや、あの、こことか言いながら、今、空気でも多い。あ、ほんまですか？行きましょう。鮭に、わかめトッピングと、トロロトッピングにしました。トロロ、ふだち、ローカーカフェか。この平まで帰る感じやんか。はい。その間ってどういうことを言うの？何喋るかな。そうですね。もうみんなこの時間も疲れたもん。食べ過ぎて。あ、でもそう、今回特別運行コース、特別運行日は。はい、一軒行ってこう帰ってくるっていうコースですよね。一、ね、はい、人1600円で一人からでも乗れるっていう、はい、かなりお得なコースが。お得ですね。はい。恋バナしてよとか言われて。そこかい。全然うどんと関係なかった。多田さんが運転の時はそういうことも聞けるんですか？あ、全然何でも聞いてる。私も白川さんと一緒で NG がないんで。決まったメニューずっと食べる人いるじゃないですか。あ、そう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 。このスタンプラリーってメニューがこれを押そうと思ったらなる、ね、そうか、同じ店でも違うメニュー食べたりとかもあって、すごいこのスタンプラリーほんまいいなと思って。ただこの店でもこれ食うことは絶対ないんだけどみたいなのがあるけどね。コンプリートするために、ね、あら、ちょっと寄っていいですか？はい、はい、ちょっとうどんを買ってきます。うどんを買ってくる。はい、こんにちは。こんにちは。わらび餅専門の店なんですよ。今なんかうどん買うって言ってなかったですか？うどんっていうメニューがあるんですよ。さぬきの夢を使ってるわらび餅。わらび餅で締めのうどんを一つ、ま、もう一つうどんいくんですか？もう一つうどんを。こんな感じです。こんな感じです。そんな伸びるんや。 うどんですね、これ。うどん、うどんです。え、あ、お、いい感じで、ね、すごいすごい重力が、はい、あ、重力に負ける、重力に負ける、重力に負ける。思うとるとこの上を来た、はい、うわ、はい、伸びるんですよこのうどん。うーん、今日も美味しいですか？いただきます。わかるよ、わかるよ、言いたいことはわかるよ。息ができない。俺が思ったことと同じこと思った。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。もう今のこう
はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今日はうどんタクシーの方使わせていただいて、スタンプですね、はい、押していただきました。しょっちゅう映っとるみたいな白い。はい、ということで、まあ、うどんスタンプラリーもね、コンプリート、皆さんするときは、うどんタクシーの特別運行企画も、やってますので、それは、ホームページでしたね。そうです、うどんタクシーのホームページで。はい。はい、見たら予約とかできます。ぜひ、それで活用してみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はどうもありがとうございました。Oh,